はい、どうも、うずです。佐渡での自転車のイベントを終えて帰ってきて、まあ今落ち着いてね、少し休んでたところなんですけれども、自宅で。今日のね、朝びっくりしましたね。ちょっとショート動画を上げてみたんですけど、船の上からね、上げたやつがあるんですけど、YouTube の収益化が全部外れてたんですよ。というのも、私結構気づくの遅かった方だと思うんですね。朝、宿泊先の旅館で、目が覚めてツイートを見たら、ちょっとダイレクトメールで教えてくださった方がいて、うずさん YouTube の収益化が全部外れてますよっていうことで、まあその方もね YouTube やってるんで教えてくださったんですけど、で自分のやつをね実際スマホで見てみたら全部外れてたんですよ。まあ、YouTube の収益が生活の全てではないとしても、まあそれなりにやっぱり私 YouTube の収益頼るところもありますので、いやー焦りましたね。で、ちょっとね、焦ってショート動画作っちゃったんですけど。まあ、結果的には、その後、YouTube のそのフィードバックっていう項目がありますので、そちらから YouTube にこう、収益化が外れて困ってますっていうのね、短文で送ったら、まあ、ほどなくして、収益化が戻ったので、まあ、一安心って感じだったんですけども、多分これもね、いろいろな形があったみたい。まあ、というのも、私、サブチャンでゲームと自転車のチャンネルがあるんですけど、そちらの方は収益化が外れてなかったんですよ。まあ、もしくは一瞬外れて戻ったのが早かっただけなのかもしれないんですけど、外れてなくて、メインチャンネルだけが、収益化が全然ね、戻らなくて困ってて、フィードバック送るまでは。だからその辺もね、いろんな人に個人差があったのかなと感じます。まあ YouTube ってね、もともと言われてましたけどね、どこで収益化が外れちゃうかわかんないとか、収益のその割合とか仕組みもどこで変わるかわからない。まあ YouTube 依存型の収入の方式なので、もうほんとね、危険度が高いっていう。はい。まあそういったところで、YouTube をガツンとやられてる方にとっては、今回のこの大きなバグ的なものは、強いね、印象に残ったんじゃないでしょうか。で、私自身も、会社の方にしっかり就職改めてしまして、で、今回佐渡のね、方で、いろいろ活動するわけなんですけれども、まあそういったところもあって、まあ本当 YouTube だけでやっていこうと思うのは、危険度が高いかなっていうのをより実感した早朝でございました。はい。ということで、まあ、なんてことはね、ない動画なんですけども、本日は。まあ、ちょっとね、自分自身がバテ気味なところで動画撮ってるところもありまして。はい、またこの後はいつものように、きちんとした、まあ、きちんとしてたらおかしいですけど、ガジェットの紹介系だったり、ネタ的な動画をやっていきますので、また改めて、YouTube うずマックスをよろしくお願いいたします。まあ、撮影のね、この部屋の環境とかも、どこかを区切りにガラッと変わることがあると思いますので、間もなく。はい、そのあたりもちょっとお楽しみに今後見ていただければと思います。もうしばらくはね、このいつものスタイル、この部屋で、やり続けられますので。まあ、今回たまたま私の動画を見たという方がいらっしゃいましたら、ぜひ他の動画を見ていただいて、趣味、興味などが合うものがありましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。まあでもね、前もなんかこんなのあった気がするんだけどね、YouTube の収益がなんか外れちゃったことがあったような気がして。まあでもやっぱりね、YouTube 収益なんだかんだ言ってやっぱり当てにしてるところもありますので、そうする人たちってね、かなり冷や汗出るんですよね、この収益化がね、外れちゃうっていうやつは。まあ難しいよね、いろいろね。